ラックスのロゴラックスはユニリーバから発売されているヘアケアボディケア製品。日本ではヘアケア製品を中心に展開しておりハリウッド女優を CM に起用したビューティーブランドとして知られている。ラックスはイギリス生まれのブランド。ブランドの名前は英語で高級、豪華、贅沢などを意味するラグジュアリーに由来している。1924年にはアメリカで高品質な 化粧石鹸として発売された。以降、その時代を代表するハリウッドスターを広告、キャンペーンに起用し、女性らしい美しさを追求するブランドとして、世界100カ国以上に広がった。現在は、石鹸のほかボディソープ、ボディローション、シャンプー、コンディショナー、トリートメントなどを発売。石鹸は世界ナンバーワンの売り上げを誇っている。日本では、 1972年にギフト溶石券を販売開始、その後ヘアケア製品を発売し、国内トップブランドへと成長。その他、ヘアスタイリング製品、ボディケア製品も発売している。日本人の髪質を研究し、日本人の消費者向けに製品開発を行っているが、多国籍企業である利点を活かし、 イギリスをはじめとした世界各国の研究所とコミュニケーションをとり、最先端の技術を取り入れている。紙質以外の部分でも何度も日本で消費者調査を重ねて消費者ニーズや動向を徹底的に調査し、それらに対応する製品開発を行っている。仕上がりや補修効果だけでなく、使用感や香りなども含めて総合的に高い評価が得られる製品を目指しており、 製品開発における試作品の数は1万8000個にも上る。ヘアケア製品の香りは多くの消費者に支持されている。の、ダメカンタービレでは、のダメが、ラックススーパーリッチ社員の愛用者であるらしい、千秋の香りを嗅ぎ、あー先輩いい匂いとうっとりするシーンが登場する。ヘアケア製品のテレビ広告では、マリリン・モンロー、ブリジット・バルドーなど、当初より、 ハリウッド女優を起用している。日本での初代ヘアケア製品テレビ広告出演者は、ブルックシールズである。ダックスのテレビ広告に出演した女優は、有名になるという言い伝えがあり、これまでに起用した女優の中には、ジェニファー・コネリー、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、ペネロペクルス、ナタリー・ポートマンなど、後にアカデミー賞を獲得している女優もいる。 2015年8月下旬によりスカーレット・ヨハンソンを起用している。ラックスは1899年にイギリスで誕生し、1916年にはアメリカで発売された洗濯用石鹸のブランドであった。ラックスは光というラテン語であり贅沢を連想させる名前として採用された。従来の石鹸よりもよく溶けて優しい使い心地。 我が家の洗濯にが当時の宣伝文句であった。この頃の石鹸はアクが含まれ、サテンや絹に使うと応変することがあったが、この変色が起こらない生地に優しい洗濯用石鹸として広まった。販売方法も大きな塊から切り分けるものから、あらかじめ小さな塊にする現在の形式へ変更している。1925年、洗濯用石鹸以外に、 ラックスのブランドを拡大することが決められ、1928年にイギリスでバスルーム用石鹸が発売された。その後、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナーなどを発売し、バスルーム用品のブランドへと変化していった。このため、現在では、ラックスブランドは固形石鹸のブランドというより、バスルーム用品のブランドとしての知名度が高く、 世界広くでこのブランドを見かけることができる。日本では長らくユニリーバからは、シャンプー、コンディショナー、トリートメントのみの展開で、抑用固形石鹸は、輸入専門業者により輸入されたものが、ディスカウントショップなどで格安販売されていたが、現在は、固形石鹸も、ユニリーバから発売されている。輝く美しい髪のためにユニリーバより、インテージ SRI 調べ、 ヘアケア製品トータルの各年間売上シェア1998年から2008年。ラックスボディソープと美少女戦士セーラームーンが期間限定でコラボレーション。2020年3月2日より順次新登場。 prtimes,https, スラッシュ、スラッシュ prtimes.jp, スラッシュメイン、スラッシュ html, スラッシュ rd, スラッシュ p, スラッシュ 0000103.000032369.html2020 年2月29日閲覧美少女戦士、セーラームーンと、ラックスボディソープがコラボレーション。期間限定で、 コラボパッケージの商品が発売。ガンマニュース。https コロンスラッシュスラッシュニュース .ganma.jp スラッシュアニメスラッシュ2730スラッシュ2020年2月29日閲覧。キャサリンゼタ・ジョーンズ。1999年から2001年、2008年から2010年の2度、起用。ありがとうございます。